右奥がサンバール。手前はイドリー。左のドーナツに似たものはバダ。奥はココナッツのチャツネ。サンバル、サンバール、サンバー。サーンバールは南インドで食べられるスパイスを使ったスープ。木豆と野菜を煮込んで作る。使われる野菜は季節のものが多く、茄子、大根、オクラ、カボチャなどといった様々なものを単独で、または組み合わせて使用する。 ライスとの相性が良く、ほぼ毎食と言って良いほどに供される。また、ミールスやドーサといった料理にも、サイドディッシュとしてついてくる。日本の味噌汁のような存在である。この料理は、インドネシア料理やマレー料理に使われるからみ、調味料サンバルとは違うものである。日本語では、L と R を区別しないため混同されやすい。また、日本では、インドの香辛料を使った汁物。 煮物料理をすべてカレーとみなしてしまう傾向があるが誤った認識である。ただし、日本のスープカレーのルーツの一つであるとされる。ありがとうございます。